皆さんこんこにちは渡辺です、えー、本日はワイルの定理についてお話をしたいと思います、えー、まずですね今回ワイルの定理を説明するにあたっていくつか前までにやったことを確認しておきましょうまずですねコロラリー5.23なんですけれども芸をセミシンプルリーアルジェブラとしましょうそうすると以下の3つが成り立ちますよということでまあ、特にですねカッコ1として ゲイイコール D ゲイが成り立つとあともう一つカッコ3でですねゲイの順道形像も、えー、セミシンプルになると、まあ、このような性質があったということをあの思い出してくださいでまず、えー、レンマ613から始めましょうゲイをセミシンプルリーアルジェブラとしましてファイを、えー、ゲイのリプレゼンテーションとするとそうするとファイゲイというのは SLV に含まれるというわけですで特に、えー 一次元の表現の場合っていうのは、SLV が0になってしまいますから、ファイは自明な表現になるというわけですね。はい。で、えっと、まずこれを確認したいんですけれども、つい先ほど確認したコロラリー523の括弧1により、ゲーがセミシンプルであれば、そのデライブルイデアル D ゲーっていうのはゲーと一致すると、まあ。そのことに注意しますと、ファイゲーというのを考えると、それはファイの ゲーの部分を D ゲーに変えられると。で、ファイはリ、えー、D、アルジェブラフォームですから、えー、D とファイっていうのが果敢になりますから、D ファイゲーとこういうふうに書くことができます。で、ファイゲーというのはゲー LV に含まれているので、D ファイゲーは D ゲー LV とこう,こういうふうに含まれると。で、D ゲー LV っていうのはもうこれかなり昔にやった通り、SLV とあの一致します。ですので、 え、結果として、ファイゲーというのが SLV に含まれるということがわかると。はい。で、えっと、ですから前半が成立して、えー、ディメンション V イコール1の時は先ほどコ頭で言った通り SLV が0になりますから、後半も従いますよというわけです。で、えっと、これをですね、ワールドのールの正面の中で使います。 で、じゃあ、ワイルの定理というのは何かということで、えー、非常に主張はシンプルで、えー、セオルムの614をご覧ください、えー。ゲイをセミシンプルなリーアルデブラ、そしてファイを、えー、ゲイの表現としましょうと。そうすると、ファイっていうのは、えー、完全解復になるというのがワイルの定理です。で完全解復って何だったかっていうと、えー、ここに書いてありますが、過去にやったことですね。結局、表現考えるとそれは、 イレデューシブルゲイインバリアントサブスペースの直話になるというわけです。はい。で、この結果ですね、このワイルの定理の何が嬉しいかっていうと、結局、ここに書いてありますが、セミシンプルリーアルジェブラのリプレゼンテーションっていうのは、規約のリプレゼンテーションを調べることに帰着されるというわけです。でこのことは今後もよく使います。はい。で、えっ、ー、と、 まあ実際にこれを今日証明をしたいわけですが、えー、これ証明するためにはコンプリートリーディリューシブルな同値な条件として、まあ、これを示すにはこの2番の方を示せばよかったと。すなわち、V のゲインバリアントサブスペース、W を取ってきたときに、そのコンプリメントで、W' っていうゲインバリアントサブスペースで、W と W' の直和が V になる、まあ、こういうような W' の存在を言ってあげればよいというわけでした。 はい、ということで、えっと、これを示したいんですが、これを証明するために何か V の、えー、ゲインバリアントサブスペースを持ってきて、それ,のそれに対してここにあるような W プライムを構成すると。まあ、そういう方針で証明をしたいと思います。はい、ということで、じゃあ証明に移りましょう。でまず、えー、つい先ほどあの言った通り、 この6.5というものによって、ゲインバリアントサブスペースをまず W を取ってきて、それに対して W'、これを満たすようなゲインバリアントサブスペース、W' の存在を言ってあげればよいよというわけですね。で、ディメンション W が0であれば、もうそのまま V 自身を W' として取ればいいので、何も示すことはありません。ですから、ディメンション W がポジティブであると、まあ、このように仮定します。で、一番最初に、 最初のクレームとして、ファイという今、リプレゼンテーションがありますが、それがフェイスプルであるということを仮定してよいということをまずクレーム1として確認したいと思います。まあ、これはなぜかっていうんですけれども、まず我々はファイというゲイからゲイ LV への表現を持っているわけですね。なんですが、まあ、それを、ね、カーネルで割ることによって、ゲイからカーネルファイ。 ゲイをカーネルファイで割ったものをゲーバーというふうに書くことにすると、ファイバーというゲーバーからゲー LV への、まあ、インジェクティブなリーアルジェブラフォームを得るというわけです。そうしますと、コロレイー523のカッコ3というのがありました。それは、えっ、ー、と、順道形像、セミシンプルなリーアルジェブラの順道形像は再びセミシンプルになるという話でしたので、このゲーバーもセミシンプルになります。で、 じゃあ、まあ、今言いたいことは、このファイをファイバーで置き換えればよいということを言いたくて、ですので、ファイバーがコンプリートリーディデューシブルだとしましょう。で、これが言えれば、えー、とこのとにファイがコンプリートリーディデューシブルというのを言えるということを証明することができれば、それはファイがフェイスブルであると。まあ、つまり、そのゲイからこのファイバーで置き換えることによって考えれば、ファイをフェイスブルとしていいですよねというわけです。 ということで、ファイバーが Completely Deducible として、その時にファイも Completely デ e d u c i b l e であることを確認します。まず、w を v のゲイインバリアントサブスペースとします。そうしますと、えっと、ゲイバーももちろん v に作用しますから、w もゲイバーインバリアントサブスペースになると。そうすると、今、w バーが完全回復ということから、 W' というゲーバーインバリアントサブスペースで、えー、V イコール W プラス W と W' の直和とこういうような W' というゲーバーインバリアントサブスペースを得ることができます。でまあもう構成からですねゲイバーっていうゲイバーとかファイバーっていうのはゲーをカーネルファイで割っただけですから、えー、W' っていうのは、まあ、ゲインバリアントサブスペースにもなっていてかつ、まあ、これが成り立つってことはそのままこれも成り立っています。 ということで、えっと、ま、あ結果としてですね、えっと、こういうダブルプライムを作ることができるので、そうすると、えー、ファイは completely deducible だというわけです。ですから、もともとのゲからですね、このファイバーというのを置き換えることによって、もともとファイはフェイスフルだと仮定して良いですよというわけです。で、以下、その、ま、あいよいよ証明の、ええー、 証明に入っていくわけですけれども、2つのケースに分けて証明を与えますで。ケース1、ケース2として、ケース1は V のゲインバリアントサブスペースとして、コディメンション1のものが取れる場合。で、それを用いてケース2、あの一般、ジェネラルケースを扱うと。まあ、そのように証明したいと思います。 でまずですね、えーと、ケース1から考えたいんですけれども、ケース1では、まあ、W をだからゲインバリアントサブスペースで、コディメンションが、まあ、4次元が1のものとしましょう。でそうしますと、えー、と v, と w v を W でこう割ることができますが、この章を取ったときに次元は1次元ですね。でそうすると、今、V も W もゲインバリアントなわけだから、 えっと、ファイから、ゲイからゲイ V over W へのこういう表現があの誘導されます。これ誘導されるんですが、V over W というのは1次元なので、先ほどやったレンマ6.13に,によって、えー、ゲイがセミシンプルであれば、1次元の表現っていうのはトリビアルになるという話でした。ですので、これがトリビアルになります。でこれ言い換えれば、これ何を言っているかといいますと、ゲイの弦、X を V のベクトル V に こう作用させるわけですね。そう作用させても、結局、えっと、まあ、これがトリビアルだっていうことは、えっと、ゼロになっちゃうってことだから、えっと、この中でゼロになるっていうのはどういうことかっていうと、X を V に作用させると W に入るっていうことですね。ということで、えっと、このアスタリスクというこういう条件が成り立つということがわかります。つまり、これはゲイのゲンで V を えっと送ってあげると W に飛んでいくということですね。そのことに注意します。で、えー、と以下インダクション W の次元に関するインダクションによってそのケース1の場合を証明したいわけです。で、そこでまずクレーム2としてケース1かつその与えられた表現ですね。今あの、w、っていうのは ゲイ,インバリアントサブスペースですから、ゲイからゲイル V への表現がファイから誘導されているわけですけれども、これが規約の場合にまず、えー、証明をしたいと思います。すなわち、ケース1かつゲイからゲイル V へのこの表現が規約のとき、このときに Z というゲイインバリアントサブスペースで、V イコール W と Z の直和と、V は W と Z の直和、まあ、こういうようなゲイインバリアントサブスペース Z が存在するということを証明しましょう。と。 はい、でどう証明するかっていうんですが、これは前回やったカシミール作用素というのを用います。で、ここで、えっと、ファイというのは、まあ、の V から V への、ゲ、えーあ v、えーと G、からゲール V への表現なわけですね。で、カシミール作用素を考えましょう。そのファイに付随するカシミール作用素 C というのを考えます。 でそうしますと、これまた前回やったクロップ6 1 1によって、カシミール作用素というのは、今のフェイスフルという過程ですね。であと、えー、とゲイがセミシンプルという過程も使うと、そうしますと、えー、C っていうカシミール作用素はゲイモジュールホームになるということを前回証明しました。 で、これ、ゲームモジュールホームになるっていうことは、カーネル C を考えれば、それはゲーインバリアントサブスペースになるというわけです。で、ここでゲ因インバリアントサブスペースをこう得ることができるんですけれども、まあ、何を示したいかっていうと、えっと、ここに出てくる、あ、X っていうふうになっちゃってますが、Z ですね。えっと、ここに、これです。この、 えー、カーネル C というのが求める Z であるということを証明したいと。まあそういうわけです。はい。で、えっ、ー、と、先ほどやったとおり、えー、とちょっと戻ります。ここですね。X のンっていうのは、えっ、ー、と、V に作用させると、W に飛んでいくということをやりました。でカシミール作用素って何だったかっていうと、えー、まず、芸の 規定を取ってきて、さらに、えーと、ゲイとゲイデュアルを同一視した上で、デュアルベーシスを取ってきて、まあ、それらをですね、えーと、どっかに書きましょう。x1 から xn っていう、まあ、ゲイの、これゲイの規定で、さらに y1 から、えー、yn っていうデュアルベーシスを取ってくると。デュアルベーシスっていうのは、ゲイとゲイデュアルが今は、えっ、ー、と、 トレースフォームで、えー、同型になるということから、まあ、両方ともゲイの弦だと見ることができて、でそうしたときに C ファイっていうカシミール作用素というのは、これはファイの XI、ファイの YI とこういうものでした。まあ、このことに注意しますと、今ですね、このファイ XI とか YI っていうのは結局、だから V の弦にこう作用させるっていうわけですけれども、 そうしますと、えー、XI とか YI っていうのは芸のゲイですね。で、先ほどのアスタリスクっていうものから、この一つ一つっていうのは V のイを送ったら結局 W に飛んでいっちゃうわけです。W に飛んでいって、それを輪を取るんだから、また W に閉じてますね。ということで、結局この記述からわかることとして CV っていうのは W に入ると。で、W っていうのは、えー、今、えー もともとどういうふうに取ってきたかっていうと、コディメンション1だと言っていたわけで、V には、まあ、C に含まれているわけですね。ということは、これどういうことかっていうと、カシミールサヨス素は前者じゃないと。前者じゃないんだけども、ということはカーネル C がノントリビアルであるということがわかります。特に、だからカーネルの次元っていうのはポジティブになると。で、また CW っていうのは CV に含まれて、それは CW、まあ、に入ると。まあ、こういう状況ですね。 はいでまあ、特に今、えっと、カシミル作用素は V から V への写像ですけれども、まあ、線形変換なわけですが、えっと、W に制限して考えれば CW から W への写像であるというわけですね。で今、仮定なんですけど仮定を思い出してみるとこのゲイからゲイ LW これは規約だというふうに仮定しています。 でえっとまあ、結局、だからカシミール作用差がゲーモジュールホムであるということと、この規約性を合わせると、シュアの補題をもあの用いることによって、C っていうのは W 上、スカラー倍写像だということが出てきます。でそのスカラー倍っていうのは何かっていうと、ディメンション W 分のディメンションゲーであるということが出てくると。まあ、これはだから、プロップ六6 1 1をもう1回見直してみると、これが成り立つことが分かります。 で特に、まあ、これ、まあ、ノットゼロですよね。ですので、結果として、えっと、W 上では、この、えー、何ですか、W 上では、えー、カシミール作用素っていうのはラムダ倍の、ラムダ倍写像になっていて、ラムダはゼロじゃないというわけですから、カーネル C と W の共通部分っていうのはゼロしかないと。で、さらに、えー、ディメンションカーネル C とダイメンション、ディメンション W っていうのはどうなるかっていうと、まあ、C の カーネル C の次元はこうポジティブだと言っていたので、これ1以上で、ディメンション W はそもそもコディメンション1だから、ディメンション V-1 です。ということで、ディメンション V 以上です。ということは、結局何がわかるかっていうと、えー、とこの結果、V っていうのは W とカーネル C の直和であるということが従います。はい。ということで、まあ、ここまででですね、 えと、クレームに、すなわち W が規約の場合は、ケース1が OK というところまでは証明することができました。えと、えー、というわけでですね、この動画はまだ証明途中ですけれども、ここまでで終わりまして、まあ、続きは、えー、次の動画にしたいと思います。はい、というわけで、この動画はここまでにしましょう。